ジメシチルアンモニウムペンタフルオロベンゼンスルホナートとは、ジアリールアミンとペンタフルオロベンゼンスルホン酸の塩で、エステル化の縮合触媒である。2005年に、石原和明によって開発された。エステル化で複製する水を除去する必要がなく、幅広いカルボン酸とアルコールの組み合わせが可能である。ジメシチルアンモニウムペンタフルオロベンゼンスルホナートは、かさ高い構造をしており、 活性中心の素水性を高めている。その結果、縮合反応で生じる複製生物の H2O を遠ざけることになり、逆反応である、加水分解を抑える働きをすると考えられている。石原、K、中川、S 坂倉、A、バルキー大ジラモニアムリニサルフォンイツアズセレクティブ、エステラファケーションカットリスツ、J アム、ケン、ソック、2005、127、 1> 4 1 6 8 4 1 6 9九 o i 1 0 1 0 2 1 j a 0 5 0 2 2 3 v ありがとうございます。